こんにちは、ゼニットです。今日はですね、昨日の夜このバッテリーが上がって鍵を入れてもうんともすんとも言わなくなりました。ステルがかからなくなったので押し書きをして帰りました。それでバッテリーが上がったのかと思ってですね、バッテリーを昨日充電したんですが、これが全然元気でした。もともと 12V、12.4V ぐらいあって、充電してみたところ約10分ぐらいで充電完了してしまうぐらいの元気の良さでした。バッテリーは大丈夫だと思うので、この辺りの部品、多分リレーの奥にヒューズがあったと思うので、このヒューズを外して、見て確認してみようと思います。この部品なんとか絶縁したいと、絶縁しておきたいなと思ってます。なんかもうちょっとなんかボロボロです。これどうや、でここに15アンペアのヒューズを入れて、で、ここを戻して、これこうしっくりこれ変えたらとりあえず動くかね。出た出た、ということで治ったね。ヒューズ切れを直す動画でした。じゃあね、バイバーイ。